世界最大級の水族館、海遊館弁天町駅周辺の200メートル級の超高層ビル群港区は、大阪市を構成する24行政区のうちの一つ。かつては、淀川河口の三角州、ナンバ80等と形容された無数の小島の一角にあたる。江戸時代になると、遠く域には、下記の10神殿が開発された。上記のほか 1684年に開作された、安治川の南岸が1688年に市街化されて成立した新川南の西部も遠く一気に含まれている。安治川南の所属は、江戸時代には大阪天満組1869年から大阪北大組となり、1879年の軍区町村編成法志行から帰宅となった。 1871年には、天保山付近に、西成郡天保町が成立。1889年の町村政志向においては、天保町は、単独志向、10神殿は、現在の大正区、西成区域に含まれている一町十三神殿と、合併して、西成郡川南村となったが、役場は、天保町、川南村合同のものが、一岡神殿に置かれた。 1897年の大阪市第一次、市域拡張によって、天保町と十神殿は、大阪市へ編入されて、西区に所属。同年天保山周辺において、大阪港第一次集築工事も始まった。第一次集築工事は、右予曲折の末、昭和初期に観光し、港の周辺や港へ伸びる、築工大道路及び、大阪市電築工線沿線は、 新興市街地、工業地帯として栄え、市岡パラダイスなどの遊園地や大阪市立、運動場など多くのレジャー施設も誕生した。1925年の大阪市、第二次市域拡張によって、西区、北区のそれぞれ一部から港区が新設された。当初の区域は、現在の大正区及び、西区境川、九条南、九条味川、 川口の西半も含んでいたが、1932年に大正区を分離、1943年に西区との区境を境川運河に変更し、現在の区域となった。1925年の新設以来、港区は大阪市で人口最多の区だったが、1945年3月と6月の大阪大空襲によって、ほぼ全域が焼き払われ、 1940年の国勢調査で268,936人だった。人口が1945年11月の人口調査で8,672人と激減した。1947年に大阪港、修築10カ年工事が始まり、安治川の川口南岸が拡幅され、その土砂で全体的に盛り土するところから復興が本格化。これにより、 日や、港や、石田、田中、八幡屋のそれぞれ一部及び店舗町の全域が失われた一方を、1960年代には大阪環状線や地下鉄中央線が開通し、味川内港も完成した。その後、大阪港は中枢機能を築港から南港などに移したが、大阪におけるウォーターフロント開発の先駆けとして、 天保山ハーバービレッジがオープンした1990年代以降はレジャー地区に変貌しつつある。天保山西岸壁から眺める夕日、JR 弁天町駅、港大橋港通歩行者及び自転車専用で無料。海遊館天保山公園天保山マーケットプレイス。ありがとうございます。